編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。ジュケメンタリー熊本大学に入学して精神科医になりたいの佐久間さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私はメディエの水木と申します。よろしくお願いします。この動画をご覧の皆さんは佐久間さんの最後の審判の動画もご覧になったかと思うんですけれど、今佐久間さんお元気にされているようにお見受けしますが、はい、元気ですか？あ、本当おかげさまで元気にやってます。ゴールになる条件が主治医を見つけましょうっていうことでしたね。はい、端的に言うと主治医を見つけましょうっていうことでした。なので主治医さんも見つかり完全オールに移行しました。改めて佐久間さんおめでとうございます。ありがとうございます。そうしましたら今体の状態だけ軽く教えていただいていいですか？はい、これまでは、週1とか2に1回の、通院っていうペースだったんですけど、薬を毎日飲み続けたりだったりだとか、あとは入塾したあのメディケイト様の、お助けっていうのもあって、今はもうそのお医者さんの方から、3、4週間に1回ぐらいでいいんじゃないのっていうふうに一旦言葉をいただけたので、そういったこともあって、自分の精神状態としてはものすごく安定してます。また一安心です。じゃあもう勉強に邁進ということで、メディケイトさんには正式にはいつ頃入塾されました？1月の8日に入りました。はい、そこから今日がですね2月の5日になるんですけれど、はい、まだ1ヶ月弱ぐらいですね。そうです。どんな勉強をされてますか？そうですね、まず、LINE で、これまでどういう勉強をしたかっていうのを、報告して、いろいろご相談したんですけど、させていただいたんですけど、数学に関してはこれまで優しい高校数学さんっていうあの、教科書をちょっと詳しく説明したみたいなものとを使ってて、そこから自分でオチャートに移行したんですけど、なかなか難しいというようなことを相談したんですけど、そしたらじゃあちょっとレベルを下げて、黄色チャートから始めた方がいいよっていうあの言葉をいただけたので、黄色チャートを入塾前の2週間ぐらい結構みっちりやってたっていうのがあります。でそこから入塾してからも黄色チャートをやり続けて、2週間ぐらい、10日弱くらいですかね。そしたらもうちょっと青チャートにちょっと移行して、同時並行でいいですかっていうことを聞いたら、いいですよっていうことだったので、青チャートに正式に入りました。で、青チャート自体はその黄色チャートと問題が同じだったり、数値が違うだけとか類題とかが多かったので、そこまでつまずくとかもなく、応用問題に関しては、すぐ分からなかったら、ここまでは分かったんですけど、ちょっとここからが分かりませんみたいな質問をしたら、先生があの本当に分かりやすく解説してくださるので、そこも割と自分の想像よりは難なく突破できたっていうのがあって、で、完成度が上がってきた科目分野から一対一対応と同時並行でいいですかっていうこともまた僕があの聞いたら、いいですよっていうことだったので、今は青チャートと一対一を同時並行でやりながらっていう形になります。早いですし、すごいですね。結構スピードは意識してますね。すごくいいペースですね。じゃあ他の科目聞いてもいいですか？はい、他の科目もほとんど同じで、参考書が違うだけで、基本的にその基礎的なものを一冊やって、分野が固まり次第別の参考書の、そこの分野だけやってっていうのを、両輪というか、そういうサイクル両輪回してサイクルでやっていって、でいつの間にか、その次の参考書だけやってるみたいな、でまたそれの繰り返しっていう感じでやってますね。で勉強のその時間配分とかもあのメディケイト様と相談して、今だと、数学が大体5時間で、英語も 2.5 時間で、生物科学も 2.5 時間で、で残りの時間を復習に当てましょうみたいなサイクルでやってます。1日12、3時間勉強してますね。あ、ですね、14とかが多いですね。すげえな。そっか、13、4時間勉強。そんな受験生の時自分できたかな。いやけど国家試験の時もそこまでして、そっか、すごい。僕が鬱の時、ね、総鬱で、もう鬱でひどい時でもやっぱ12時間ぐらい本当にもう死ぬ思いでやってたっていうのもあって、その一番しんどい時に比べたら今ってすごく楽なので、結構簡単に14ぐらいは意外といけて、自分でもびっくりしてます。そうですか。体壊さないように。あ、そうですね。そこはもう常々意識してる。スキル
ケジュールとかはやっぱ佐久間さんとメディケートさんが、はい、まあ、一緒に、まあ、佐久間さんがこういうのどうですかとか提案したり、まあ、メディケートさんがそれ確認してくれて、まあ、こうした方がいいですよとか、今じゃあこうした方がいいですよみたいなのをいろいろやり取りして、で佐久間さんも気になっていた不安なとことか全部もう後押ししてくれて解消してくれるみたいな、なんかそんなイメージ。あ、そうですね、毎日、まあ、報告っていうのが、まあ、義務付けられてるんで、まあ、毎日今日はこういうことやりましたっていうのを、まあ、表に書いて出すんですけど、まあ、それに対してまあフィードバックがもう毎日返ってくるっていう感じですね。なるほど、まあ、心強い味方がついて。いや本当にそうです。ここから1年ちょっと頑張れそうですね。はい、あの佐久間さんの様子をお聞きしましたと言いたいんですけれど、今日が2月の5日です。佐久間さんが6年後に受けるはずの絵師国家試験が今日実は行われていまして、はいはい、そこの出たてほやほやの問題を持ってきました。はい、いきなりですが問題です。はい、いきます。問題、医療面接における傾聴で正しいのはどれか。 A 事実確認を行う、 B アドバイスをする、 C 時間を限って聞く、 D 相手の話を熱心に聞く、 E 決められた項目を聞く。はい、どれでしょう。出たてほやほやです。傾聴っていう言葉的に、でもこの聞く聴の方が多分伝聞とかの聞くじゃなくて、あの耳がついてる方の聞くだと思うんで、多分結構傾聴自体も、まあ、その返り読みすると、まあ、耳を傾けるみたいな意味だと思うので、結構あの、まあ、マニュアル的にやるんじゃなくて結構臨機応変にみたいなイメージがあると思うんですよ。まあ、だから消去法的に多分 D のなんかちょっとパッション強めの選択肢が答えかなと思います。私もそう思います。あの私もそう思いますっていうのは、あのまだ出たてほやほやなんで回答がまだ出揃ってないんですね。ただおそらく医師国家試験の受験生たちは同じような思考で、今の佐久間さんと同じような思考で D を選んでるでしょう。で、医師国家試験っていうのはこういう雰囲気の、みんなこれ選ぶんじゃんみたいなのを選べるっていうのが勝つ人の思考回路なんですよ、実は。ということで佐久間さん、医師国家試験に合格して医師の素質が実はもうすでにあるという感じかもしれません。本当にあの突然あの出してしまいましたが、おそらく正解ですっていう感じで、あの毎回ちょっとこれも面白そうなので紹介していこうかなと思います。皆さんもあの一緒に解いてみてください。ということで今回は佐久間さんありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、またよろしくお願いいたします。失礼します。受験生版タイガーファンディング志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方大募集。詳しくは概要欄から。